はい、僕からは2点あります。1点目は平成26年、来年のですね、年始め1月1日、天王寺動物園と天王寺公園を臨時開園します。天王寺動物園と天王寺公園では、これまで年末年始で12月29日から1月1日までは休園としてきましたが、お正月休みに動物園を訪れたいという声、これは職員から最初僕がそういう声を聞いてですね、それで担当局の方に指示を出して検討してくれという指示を出したんですが、その結果1月1日は明けようじゃないかということになりました。動物園の開園100周年が、だからこれは27年になるんですか、2015年ですね、2015年に動物園開園が100周年になりますので、そのちょっと1年前倒ししてですね、26年の1月1日に臨時開園すると。いろんな僕の師匠メールでですね、職員からいろんな声が届くんですけれども、この職員もですね、正月、動物園、これ開けたら自分も行くのにというような、素朴な感覚で僕のところに、いろんなサービス改善といいますかね、今まで役所が役所としてやっていたことを、市民の皆さんを顧客と考えて、顧客満足度を高めるという意識に改めていかなきゃいけないんじゃないかという、本当に職員がそういう声を出してくれましてね、それで大山先生なんかにも相談して、動物園に限らずありとあらゆるその大阪市役所が、大阪市役所やまた所管しているですね、外郭団体のその市民向けのサービス、サービス改善を考えてほしいということを指示を出しまして、動物園に限らず今いろんな施設でのサービス改善を考えております。トイレの改修ということもかなり計画で上がってきております。そういうことで、まずは動物園、1月1日に臨時開園と、それに合わせて合わせてというよりも大阪城の天守閣もですね、1月1日臨時開館することになりました。こういう形でやればできると。で、もちろん需要がなければ仕方ありませんので、そういうところも見ていきますけれども、顧客満足度を高めていくということを徹底していきたいと思っております。1月1日にはですね、来園者プレゼントイベントをいろいろ展開します。もともと1月の2日3日は開園していましたので、今回1月1日を入れまして、三が日開園することになりましたので、着物で来園されたお客様はですね、動物園の大人料金の入園料を割引します。500円から350円にと、同伴者1名まで、適用と。正月1日、1月1日に動物園をぜひ着物で楽しんでいただきたいなと思います。今安倍の絶好調ですからね。それからですね、この天王寺動物園オリジナルカレンダー、イラストが非常に素敵なんですが、これ非売品らしいです。イラストレーターのこの動物のイラストレーター、動物のイラストで有名な佐藤さん、イラストレーターの佐藤さんのご協力も得てですね、毎年シリーズものであんまり知られてないというか、知る人ぞ知るというか、集める人、コレクターは集めてるみたいなんですが、ずっとこう毎年のストーリー性みたいなものを持たせて、今これ25年で何枚目になるんですかね。99年から始めます。そうするともう10年以上、15年ぐらいになるんですか。このオリジナルカレンダーなんですけども、これをです、このカレンダーをですね、1月1日の来園者先着1000名の皆さんに無料配布をします。配布場所は新世界ゲートと天王寺ゲート、両方で配布をします。それから開園100周年や来年の干支である馬にちなんだイベントも行います。まず11時にはこれ1月1日、もちろん1月1日なんですが、11時には新世界ゲート前広場においてカウントダウン花壇の除幕式と、開園100周年に向けてカウントダウンを始めます。また新世界ゲートでは
ノマウマ。これはフリップ、あれは写真ないんですね。ノマウマの福ちゃんがゲートで、来園者の皆さんをお出迎えしまして、まあ、記念撮影を行います。13時から13時30分、それから14時30分から15時の各30分間と、福ちゃんがお出迎えをします。それからレクチャールームでは13時30分から、まあ、園長によります動物園99歳記念特別講座を開催しまして、馬をテーマに、講演をしてもらいます。13日まで、エトの動物展も開催と。アジアの熱帯雨林ゾーン増車西側展望デッキでは11時30分から園内最年長動物である当園の、まあ、人気者であるゾウの春子に天王寺動物園99歳お祝いケーキをプレゼントし、特別ワンポイントガイドを実施する。あ、これも写真ないですね。園内最年長動物とか何歳なんですか。来年66歳になります。あ、で、僕らがプレゼントもらうじゃないか、こっちが渡すんですよね。そうです。あ、そうですよね、そうですよね。まあ、60歳過ぎのこれ人間の年齢で直したらどうなるんですか。動物の場合ですので、はっきりとしては言えないんですけれども、まあ、日本で2番目ということで、90歳とかそういう年齢になると。それぐらいになるんですか。で、天王寺動物園99歳お祝いケーキをプレゼントします。まあ、このように1月1日ですね、動物園もいろいろ考えまして、さまざまなイベントを展開しながら顧客満足度を高めていくということをやっていきます。で、今園内、これは上山特別顧問にも入ってもらってですね、まあ看板だったり上りだったり、ベンチや手すりの錆だったり、まあ、そんなことはお客さん相手に、こんなんじゃダメだろうということですね、まあ、細かなこといっぱい上がってきてましたね。なんかほうきがこんなお客さんに目につくようなところ、こんなところをほうき置いててどうするんだとかですね。で、まあ、こういう意識改革を迫りましたら、動物園の、職員の方に、まあ、アンケートをしましたらね、まあ、職員も細かなことをものすごい考えてるんですね。夜間の動物舎ではちょっとゴキブリの発生が多いんじゃないかとかですね、ここを改善しなきゃいけない、こんな看板は良くないとかですね、だからそれをきちんとそういう声を汲んでですね、職員がそういう意識を持ったときに、そこにまあきちんと改善しようというその徹底がちょっと弱かったと思います。まあ、もちろん予算のこともあるんですけども、まあ、今回職員からのいろんな現場改善の声が出たものに関しては、基本的には予算つけると、予算のことは考えずに、まあ、どんどん声を広げてほしいということを指示を出しまして、まあ、それと同時にですね、まあ、有名なそのテーマパークとか、まあ、有名なまあ、そのサファリを要するそういうまさに民間のそういうテーマパークにですね、まあ、職員をこれから派遣してですね、そういう有名なテーマパークがお客さんのためにですね、顧客満足度を高めるためにどこまで徹底しているのか、どういうところを徹底しているのか、まあ、それこそ本当にディズニーランドなんていうところは、キャストの徹底ぶりって言ったら、もうこれはもう、まあ、全国でも有名ですけども、そこまでやるのかっていうぐらいなことを徹底してやるからこそ、まあ、顧客満足度が高まるということで、まあ、そのようなテーマパークにですね、職員を研修、そういうところで職員を研修させてほしいということを局に指示を出していますので、これから天王寺動物園はですね、都市型の動物園として、まあ、しかも安倍の天王寺、今非常に好調な場所になってきてますし、天王寺にある市立美術館も慶卓園と合わせた新しい美術館構想というものもこれから出てきますので、ちょっと天王寺動物園がですね、これから変わるところを皆さんに、こう体験してもらいたいなというふうに思います。まずは1月1日臨時開園をします。それからいわゆるゴミ屋敷対策についてなんですが、まあ、これも市長就任後ですね、まあ、いわゆるゴミ屋敷の課題について、まあ、いろいろ議論をしまして、対策を考えてほしいということを指示を出しておりました。まあ、そこで、条例案がやっとまとまりまして、いよいよ議会の方に提案をしていこうというふうに思っております。
これまでゴミ屋敷の課題をですね、一元的に取り扱える制度や部署がなかったんですけども、今後は各区役所が窓口となり、関係機関と連携していきます。原因を作っているその本人に対しては対話説得などのアプローチを行うとともに、必要に応じて調査を実施することができるという形にしております。すぐに撤去とかですね、排除ということをせずにですね、まずは対話説得というアプローチを取っていくということをしっかりやります。そして対策会議の開催と、多角的な意見を聴取するためにですね、各区役所が対策会議を開催します。法律や医療、福祉などの専門知識が必要となるため、助言者として弁護士や医師にも参画を要請します。それから審議会の開催と、どうしてもなかなか本人納得してもらえずにですね、命令ということをやっぱり行政として出さざるを得ない場面が出てきます。その他支援をする場合もあります。これらの決定をするにあたってですね、第三者からなる審議会に諮問をします。費用負担の問題で撤去が進まない場合には審議会の答申に基づいて経済的な支援が行える仕組みを作ります。セーフティーネット的な話ではないので、経済的な支援というのがどうなんだというところはあるんですけども、ここのあたりも第三者的なですね、審議会に諮問をしてですね、意見をもらって決定を打つと、最終的にはやっぱり経済的な支援必要になる場合も出てくるでしょう。そして命令、どうしてもそのご本人とですね、話がまとまらなければ、命令ということを出さざるを得ません。そういう場合には第三者の意見をしっかりと聞いていきます。そして指導勧告を行いですね、それでも放置する、聞いていただけない場合には、先ほどもから言っていますが、改善命令が行える仕組みを作ります。条例案ではですね、命令や行政代執行にも触れていますが、ゴミ屋敷は単に片付ければいいということではありません。原因を作っているご本人の中にはセルフネグレクト、自己放任など心身の問題が原因となっているケースがあります。福祉的な支援を必要とする本人に対して、区役所や地域の関係機関が連携しまして、本人の生活をどう立て直すか、個々のケースに、ケースごとにですね、その本人の方に寄り添った対応が必要と考えております。これらの生活物品等の堆積、ゴミという表現を住居における物品等の堆積という表現にしていますが、いわゆるゴミなどの撤去後もですね、再度ゴミ屋敷に戻ることのないように支援を継続していきます。きちっと議論を踏まえた上で、行政の知恵でですね、カチッとした条例ができましたので、あとは議会の皆さんと議論をしまして、この条例を成立後ですね、今懸案となっている事例に取り組んでいきたいと思っております。僕からは以上です。ABC の木原です。よろしくお願いします。ゴミ屋敷対策条例ですけれども、そうすると行政代執行は最後の手段で、やはり、対話やそのセルフケアですか、を重視するという基本理念なんですね。ゴミだから撤去とか、当然その地域住民の皆さんにとっては早く撤去してほしいという声があるんでしょうけれども、これは福祉的な観点を重視していますので、対話と説得というアプローチを重視しています。でどうしてももう仕方がないという段階になって、最後命令と、そして、行政代執行ということになりますから、基本はあくまでも福祉という視点で、福祉局なんかが中心になって、ですからこの条例を作っていってますのでね。あとその実効性というところを考えると、その費用の支援をするところが一番実効性があるのかなという気がするんですが、第三者機関を絡ませるということですけど、行政が負担することについての市民の理解というのは得られるというお考えですか。ですからそこを第三者の意見をということにしていましてね、本来的に考えればそのゴミの処理はその本人にやってもらわなければいけないと当たり前のことなんですけども、やはり状況が状況で、その本人 の, その住宅の問題だけじゃなくて、地域コミュニティに影響を及ぼしている場合には、ある意味公益的な観点から
その行政が費用を負担するということも理解を得られるんではないかと。ですからきちっとそこは第三者の意見諮問にかけてですね、決定を打ちたいというふうに思ってます。わかりました。あと都構想の関連で、はい、2、3ご質問がありまして、明日からの法廷協議会でいよいよ委員会討論に入りますけれども、はい、これまでの議論を聞いてますと、その割とミクロの議論が多くてですね、うん、で知事市長はまあマクロの経済効果の話をしたいというおっしゃってますが、まあ、両方大事だと思うんですけれども、うん、ただその両方あの場で同時にやっていくと全然話があちこち行ってまとまらないような気がするんですが、何かその進め方について、妙案はないんでしょうか。案をもう一応絞っていくべきなのかなというのを思いますね。都構想反対の会派もありますけどもね、4案全体についていろいろ批判しても仕方がありませんから、まあ、例えばコスト面で7区案が相当コストがかかるというんであればですよ。ただその7区案でのコストも行革をきちっとやればそのコストについてはきちんと賄えるんですけどもね、それでもまあコスト面というところをあれだけ反対会派の方が都構想を批判している会派がコスト面を重視しているわけですから、まあそうであればある程度極案というところに絞った上でですね、やっぱ議論の対象を絞っていかないと拡散していくんでしょうね。ですから反対する側も反対で結構なんですけども、議論の対象を絞る議論の拡散を防ぐために、まあ、4案をやっぱりもうちょっと絞り込みをかけなきゃいけないのかなというふうに思ってますね。それでいいということではなくてね、議論をするにあたって、まあ、この案を前提にしていきましょうと。いずれにせよ自民党や民主党や共産党は明確に反対なわけですから、それは4案反対なのか、それか絞った上でそれについて反対なのかね、そこはあまり変わりがないと思いますから、やっぱり4案をちょっと絞る必要があるのかなというふうに思ってますね。絞り込みのスケジュールはいつ頃考えたら、うん、これは公明党さんとやっぱりしっかり協議をしていきます。公明党さんもいろんな考え方があるでしょうから、そこは公明党とまずは話し合い協議ですね。あと協議会でも再来年4月にどうしてこだわるのかというのがいろいろ質問が出ていて、で知事市長はその議会構成が変わる前にということをおっしゃっていると思うんですが、ただ逆に住民投票さえ通ってしまえば、実施日は別に遅れても結論は変わらないわけなので、そういう意味では再来年4月にこだわる必要はないのかな。つまり住民投票さえ今の議会構成の間にやってしまえば問題はないのではないかと思うんですが、そのあたり柔軟に設定されるお考えはないですか。これはですから今後議論をしていきながらですね、その法定効果日をいつにするか、それが現実的にどうするのかっていうのは後に議論になると思いますね。で今そのお尻を緩めてしまうと全体のスケジュールがやっぱりそういうふうに緩んでいきますから、物事を進める上においてはきちっとそのゴールというかそれを設定した上でスケジュールを立てなきゃいけないと思ってます。ただこれですからやっぱり今その最後のゴールのね、4月1日が無理じゃないかっていう議論を今ここでやる話ではないと思うんですよね。今はもうしっかりと区割り案とか財政調整の話をしながらですね、ステージが進むにつれて、法定効果日その日でいいのっていう議論が必ずどこかで出てくると思います。あと最後に1点、確認しておきたいんですが、都構想もちろん市長としては通す方向でこれから努力されると思うんですが、万が一実現しなかった場合でも市長はちゃんと任期いっぱい務められるんでしょうか。それはそうです。それは都構想の話は僕の市長の仕事の中の、まあ、ある意味一つですから、その他の市政改革等ありますのでね、これはしっかりやります。はい、わかりました。ありがとうございます。リコールがなければ、はい。ABC 新聞の木下です。はい、その都構想の件なんですけれども、今 ABC さんからもお話ありましたが、そのマクロとミクロの議論をどうするか、うん、でそのマクロ、そもそもなぜ都構想なのかというようなことが
住民投票をしなければならない住民の方によく伝わってない面もあるのではないかと思うんですけれども、うん、そのあたりについて市長あるいは維新の方で、まあ、どのような発信をされていくのか、どのような説明をされていくのか、お考えありましたらお聞かせいただけないでしょうか。これ都構想の話は僕もいろんなところで言ってますけれども、大学の、まあ、行政学、まあ、地方制度なんかをこう学んだ学生4年間学んでも多分都構想を完全に理解することは難しいと思いますね。大学の教授ですらほとんど理解できてませんからね。無論もちろんメディアの皆さんだって完全に理解してもらってるなんていうのは思っていませんし、いまだに、そんなことをいまだに言うのっていう人もたくさんいますんでね。じゃあでもずっとこの数年間この都構想なんていうことをこの大阪では、まあ、いろんな形で報じてもらってですよ。でいろんな問題点も出てきたり、いろんな論点が出てきましたけどもね、でも元々の原点は二重行政の解消なんですよ。でそれは今ある二重行政の解消だけにとどまらず、将来もね、もうバカみたいな大阪府政大阪市政のこの二重行政二元行政のロスはもうやめましょうという、まあ、そこはね、もともと大阪府民大阪市民の皆さんはみんな分かってたはずだと思いますから、まあ、その後いろんなその改革効果学だとか2つの施設を1つにまとめるとお金がこれだけになるとか、人件費削減がこうなるとかで、いやいや地下鉄の民営化の効果額は都構想とは関係ないんじゃないかとか、いろんな議論がついてきて、これはもう議論の過程としてはいいんですけれども、やっぱり原点は二重行政をね、断ち切るんだというところ、極めてシンプルな問題意識からスタートした大阪都構想ですから、それをもう一回住民の皆さんに説明をすれば、まあ、大阪における二重行政なんて多分住民の皆さんみんな一度は聞いたことあるフレーズですからね、その必要性理解してくれるんではないのかなというのを思いますね。だから二重行政のロスを抑えて、まあ、そこから、まあ、そのロスを大阪の成長のために、その人も物も金もロスを抑えて大阪の成長のために投資するとか、ロスを抑えて住民の福祉の方に還元していくとか、まあ、いろんな話につながっていきますけども、この根っこの部分は二重行政のロスを、今のものだけじゃなくて将来ももう二度と二重行政二元行政っていうものはもうやらないんだっていう、それが大阪都構想のもともとの出発点ですから、それをきちっと説明すれば僕は理解してもらえるんではないのかなと思います。もうそこから派生する問題すら学者さんですら全部理解できる人なんていないと思いますからね。二重行政を解消する手段としてなぜ都構想なのかというところが伝わってないようにも思うんです。それはね、組織を一つにしないと無理ですよっていうのをもうあとはどう説明するかですね。だってなぜ都構想なんですかって言われたら、じゃあなぜ今まで大阪府大阪市二重行政が止まらなかったんですかということです。それは大阪府庁と大阪市役所というものが並立する限りはもうどう考えても二元行政二重行政なんです。で僕と松井知事がだから今府民の皆さん市民の皆さんはね、あんだけ二重行政二元行政って言ってたのに今うまくやってるやんかっていうふうに言われてるのは、これは僕と松井知事が同じ政党に属していて2人で統一の意思決定ができるからこれが進んでるわけでね、それが選挙で選ばれた知事と市長が常に統一的な意思決定ができるんだったら、こんな二重行政の問題なんか発生しませんし、それは都構想なんていうものの必要性ないじゃないかという議論になるのかも分かりませんが、それはね、組織自体がやっぱり一つになって意思決定機関を一つにしないとそれは二重行政なんてなくなりませんよ。それはもう首長だけの問題じゃなくて、主査から係長から課長代理課長次長部長局長それぞれのところで二重二元が生じるわけですから、だから今は僕と知事の間でまあ半ば強引に統一的に意思決定やってますけどもね、これは組織が一つにならない限りは絶対に無理です。それをどう説明していくかですね。まあ、あとは自民党の方にね、やっぱりこれから言っていきたいのは、地下鉄の例えばね、今里推薦の延伸をやれやれっていうことを議会から言われてるわけですよ。でこれはね、大阪市全体の視点から
考えると僕の立場から言うと今里筋線の延伸なんてやっぱりすぐにはできないですよ。こんなのはコストの問題、それから赤字になるということが見えてるし、でそれをやるぐらいだったら大阪のためにね、関西国際空港とのアクセスの強化をまずやるべきだっていう、そういう優先順位になります。ところがやっぱり大阪市内っていうところだけの視点で行ってしまって、もっと言えば生野区周辺のあのあそこだけを見てる人たちにとったらね、関西国際空港とのアクセスの問題よりも何よりも自分たちの目の前のその地下鉄になってしまうんですよね。まあ、これはもうそもそも大阪が発展してこなかった最大のまあ理由だと思います。だから大阪っていうものが一つの大都市にもかかわらずね、非常に狭いところから選ばれたその公選職がね、こう権限を持っていくと大阪全体のことよりも自分の目の前のことになってしまいますから。でももし、本当に今里筋線の延伸というものが必要なんであれば、特別区になってからそういう判断したらいいじゃないですか。だから大阪市全体から見るととてもじゃないけども淀川よりも北の人の税金、それから福島区や港区や大正区、住之江区、そういう人たちの税金を使って赤字路線である今里筋線の延伸なんていうことを決断するのはやっぱり僕はそれできませんけども、でも目の前のことをやってもらいたいっていうね、そういう住民の皆さんの声は分かりますんで、そうであれば今里筋線の延伸で、まあ、直接的に利益を受けるであろう人たちのエリア、それは極案で言ったらどのあたりになるんですか。一番東寄り側の方の区になるんですかね。その特別区でね、これは俺たちのためにやるんだと、大阪市全体のこととか大阪全体のことじゃなくて自分たちのために今里推薦をやるんだということでね、そういう特別区で判断をしてお金を用意したらいいと思うんですよ。でというのはね、まあ、ちょうど仙北高速鉄道が、優先交渉権が外資の方になって、まあ、700億とも800億とも言われているような株式の売却代金になりますけどもね、あの資金をもって今度大阪府が広域行政としていくつか重点路線、鉄道の重点路線というものを、まあ、こう明示してですね、おそらく仙北高速鉄道の株式の売却資金なんかを使って、どこをどうするかということを松井知事が考えると思うんですけどもね、北大阪急行の延伸という問題が僕の知事時代からずっとこれね、箕面市から要望があったんですよ。まあ箕面市にとっては悲願ですね。でも僕は大阪全体の視点から立つとね、北大阪急行の延伸なんていうのはすぐに決断はやっぱりできませんでした。その他に先やるところがあるじゃないかと思ったんですけど、でもね、箕面市はね、どうしてもそれを実現したいがゆえにね、大阪全体、まあ本当に北大阪急行の延伸部なんていうのは大和川以南の人にとってはあんまり関係ない話だから、大阪府民全体のお金を使ってやったらほらいろいろ文句が出てくるけれども、箕面市がお金を用意したらね、まあ、ある程度この話って進むでしょっていうことだと思うんです。そしたら箕面市はね、200億円ぐらいなんかお金用意したらしいですよ。だからこの計画どうなのか、まあ、大阪府の方でこれから検討するんでしょうけども、これが僕は住民自治の姿だと思いますけどもね。だから大阪全体にとっては北大阪急行の延伸というのはすぐさまそれは優先順位が高まることはないけれども、箕面市自身が自分たちがやりたいんだと、で自分たちがこんだけお金用意しましたっていう話になればね、それは物事が動いていくことになるんじゃないでしょうかね。だから今里筋線の延伸部なんていうのも、これは大阪都構想をやれば可能性が広がるんですよ。まあ、一つはその今里筋線延伸部の延伸部を含む特別区が自ら判断できる、他の特別区の判断、今までだったら大阪市全体で判断しなきゃいけなかったことが、この今里推薦延伸部を含む特別区でまず住民の皆さんが判断決定をする、そしてお金もね、この地下鉄の民営化ってことをやれば、今大阪市交通局のその資産として、計上されているこのいわゆる資産がですね、各特別区に株式という形で、ある意味換金化できるような形でストックの組み替えが起こるわけです。そしたらあとはもうその当該特別区の判断ですけども、交通局のその株式を使ってね、俺たちは今里推薦の延伸部やるんだっていうような声がその特別区から上がって決定が行われればね、
僕はこの今里市政の延伸部っていうものは可能性はあながちゼロではないなというふうに思ってるんで、結局この今里市政延伸っていう事例が非常にね、この大阪都構想と地下鉄の民営化をね、やらなきゃいけない、その必要性を裏付けるね、まあ、事例なんだなと思いますね。今のまんま大阪市役所の体制のまんまで、今のまんまの大阪市役所の財源では今里推薦の延伸なんてなかなかこれできません。でも大阪都構想になって、その特別区ができて、そして地下鉄民営化になってね、株式という形で特別区がその資産を持つことになればね、これは今里推薦の延伸部っていうものも可能性出てくるんじゃないでしょうかね。だからそういうことをやりましょうというふうに言ってるんですけどね。朝日新聞の佐古です。都構想についてなんですが、はい、まあ、市長としては5区案という話でしたけれども、うん、今まあその7区案に批判が集まっている中で、要はコストの問題かと思うんですが、そこで考えられる選択肢として、まあ、5区というのもそうだと思うんですけど、もう一つは7区だけれども少し権限を小さくするという選択肢も考えようによってあると思うんですけども、要は例えば児童相談所を置かないとか、他に権限を例えば東京都の特別区並みにすれば7区でもコスト的にやっていけるっていう考え方もあり得ると思うんですけれども、だって今の地方分権と住民自治の流れからしたら東京の特別区は不十分だという議論になってたじゃないですか。だからその流れで東京の特別区よりももっと住民に近いその基礎自治体が基本的にはできるその権限、できる仕事は全部できるようにするっていうのが住民自治条文権のその趣旨なんであれば、その理想を目指していくっていうことがまずはやらなければいけない僕らの使命だと思いますよ。だってそれは政治は理想をまず目指さないと、東京都並みな、東京都並みにって言ったら、あれだけ東京の特別区のように不完全なものになるって批判をしていた人がさらにそれ規制が上がってしまうじゃないですか、要はその5区だとその将来人口で45万で現在の人口だともっと大きい規模になると、そのニアイズベターっていうところから離れるんじゃないかっていう声がまあ維新の中からも出てくるかと思うんですけれども、そのあたり、それよりもやっぱり権限の方を重視をされたいということで、まあ50とかだったらさ、30、50っていうことよりも権限の方が重要ですよ、住民の数よりもね。ただまあ先日ちょっと関西テレビのフジテレビの番組に出ましたけども、やっぱり大阪市役所のこの体制ではダメだなと思ったのは、西成のあんな細かな現状のことまで、全て僕が把握しながら陣頭指揮取れませんからね。その他にもこれだけの巨大な役所ですから、課題山積で、まあそれについていろいろ協議やってる中で、ゴミの不法投棄の場所で、僕は写真を見て、それは現場と打ち合わせ1時間かそこらで現場の状況というものをいろいろ報告を受けて指示は出してましたけどもね、じゃあその不法投棄の場所が時間を追ってああいう状況になってるとかね、そんなところまで全部その今選挙で選ばれた僕が把握やっぱりこれできませんよ。でただああいう番組でそれ把握した以上はね、今各局に指示出してこういうのやってます。やっぱりね、局だけではやっぱり動けないんですよ。局間またがる話だったり、予算の話だったり、警察セッションの話だったりとかね、そういう時には最後僕が号令出してね、こう動かさざるを得ない。でもやっぱりそれは、まあ、この役所組織っていうのはうまくできてて、市長が号令出すとね、やっぱそれはきちっと動くんですよね。で今の、西成区長もすごい頑張ってくれてます。だからやっぱり今の大阪市役所体制の中で、じゃあ僕は西成区長がやってるようなことを僕ができるかって、できない。もう人花事業とかああいうことをいろんなことを富永区長は積み上げて、本当に現場に根ざしたね、今西成区の区政運営を富永区長がやってますけども、でもじゃあ環境局のゴミの収集のね、時間、あれどうも地元ではね、もっと早くやってくれないのっていう意見は地元であったらしいですよ。でもやっぱり環境局としては勤務時間の関係があるから、子どもたちが通った後に回収せざるを得ないっていうのがやっぱり局の考え方だけど、いやそれはもうほんならもう超過勤務手当の、まああとシフトをなんか変えるなりね、そんなの民間だったらシフト変えればいいわけで、2時間早めに出勤させるんだったら2時間早く退勤させればいいわけで、それぐらいやってほしいってことでバーンともうメール出したら、みんながパパパパパーって今動いてやってくれてますよ。だからあれはもう
子どもたちの通学時間までの間に、ゴミは撤去します。それはなぜできないんだということで住民の皆さんとやっぱり役所があえて話すとね、富永区長だって自分の権限ないもんですからやっぱりこれはこうせざるを得ませんとかそうなってしまう。そこはやっぱり富永区長は富永区長でやることはきちっとやってもらってるけども、最後はやっぱり組織のトップが号令かけないと動かないところありますね。それから警備員を配置してくれってことも僕が言ったらね、あそこに24時間の警備員もうちょっと2名でも配置してほしいってことを言ったら、で予算はもうなんとかするからって言ったらそれで動いていくわけですけども、局とか空だとそこまではやっぱり言えない。でこれがね、組織のトップとそれからやっぱり区長の限界なんですよ。だからあの西成の地域含めてね、そのそれぞれに大阪市内に、ね、複数人のね選挙で選ばれたトップってものが必要。これはね番組に出て、まあ、鳥取県知事をされたからやっぱり鳥取県と大阪では違うのか、やっぱり片山さんとかもう一つやっぱり理解をしてもらえないのは、やっぱりその規模の違いがあるのかもわからないですけども、それはやっぱり選挙で選ばれたトップとそうじゃないその組織の中の一員の区長、これはもう決定的に違います。だから本当にね、これはちょっと、僕もじくじたる思いがあって、多分こういう事例は大阪市内24区にいっぱいあるんだと思いますよ。で僕が知ったら僕が命令かけてもうすぐ動くっていう事例が多分たくさんあると思うんですけどもね、それをきちんと全部把握できないっていうのは正直つらい。まあ局も現場も頑張ってはいるんだけども、局で乗り越えられないところを最後号令かけるのが僕の役割でね、あそこだから不法投棄のあの場所は子どもたちが通学する前に、撤去はします。でこれは今年度中にやります。来年度予算いろいろありますけども今年度中にやってくれと。それから警備員の配置っていうのも24時間しばらくは監視してほしいと。その他いろんなことを指示を出して、今その指示に基づいて関係各局が動いていると。だからやっぱりこの、大阪市役所のこの体制のまんまだとね、これは片山さんも言っていたけども民主主義の不足っていうのはこれは本当にありますよ。だからこの部分を住民の皆さんがどう感じて、変えていこうっていう気になってくれるかなんですけどもね。だってあの三九橋筋のあのガス灯の問題も土曜日かなんかに日経の夕刊の19面見て、ってなんで55棟これせっかく民間作ったのに、今お金がなくて12棟ぐらいしかつけられないで年間に、1本4万円の維持費がかかると、55本足してこれ220万ですよ。でそして、いろいろ話聞いたらですね、いやあれは道路使用許可を出してるだけで、あれは民間の人たちの所有物だから行政としては道路使用許可を出してるだけですとかどうのこうのっていうか、そんなもん街の雰囲気が良くなるんだったらライトアップとかあんなんでも街の雰囲気良くするために何億も金出してるのに220万の金出して、あそこガス灯が全部つくんだったらほら大阪市内の三九橋筋で雰囲気変わるじゃないかと。もともと三九橋筋のあの雰囲気を元にして僕は石畳と淡い街灯っていうのを府知事の時に事業を作って5億ぐらいの事業を作ってですね、あの時知事になったら、いや知事大阪市内にはなるべく予算出さないでくださいと、大阪市以外のところからお金使ってくださいって最初強烈に府庁から言われて、それで箕面とか枚方とか地内町とか岸和田の方にまずお金出していきましたけど、僕のあの石畳と淡い街灯事業の原点が三九橋筋 でそこのガス灯をせっかく民間で作ってくれたのに、維持費の関係で、ガス灯がついてない、こんなの予算つけていいじゃないのって言って一言言ったらもうそれで動くわけですよ。でやっぱりそれは局のそのいろんな今の所管の中だったらそれもやっぱり動かないというよりも誰かが言わないとやっぱりできないわけなんですよね。でそれは残念なことにやっぱり今の区長という立場ではそういう号令はかけれないんでしょうね。やっぱりそこは大阪市内に、都市内分権で権限を移譲して、区長をなんか特別職にすればいいとかいろんな意見ありますけど、組織のトップを置かなきゃダメですよ。で最後責任持って、もうあとは、いろんな役所の理屈あるかも分かんないけど、もうあとはもう選挙で選ばれて俺が責任持つんだからやってくれっていうように指示を出せるね、そういう人間が大阪市内にやっぱり複数人絶対必要ですね。
都構想についてもう一点だけなんですが、これ第三ステージ以降の話かもしれませんが、大阪都構想とずっと言っていますけれども、大阪都という名前はやっぱり今もこだわりがあるのかということと、でそれはその、法改正必要になってくると思いますけれども、その石原代表をはじめ日本維新の会の中でのコンセンサスを得られるかというのも含めて、見通しというか今どうお考えですか。名称は重要です。やっぱり、大阪市内に特別区が設置されたら今までの大阪府じゃなくなるんです。大阪府なんていうのは中途半端な自治体でね、東京にはもう全く対抗できないような、そんな自治体だったわけですけど、それが生まれ変わって新しい自治体になるということであれば、それは過去を捨てて、過去の名前を捨てて新しいその名前で行かなきゃいけないですよ。で一番いいのはやっぱり大阪都ですよ。もうここまで都構想都構想って言ってきましたんでね。あとこれはまた法律が必要になりますから、その法改正できるかどうかっていうのは政治マターとして、これはまた僕や松井知事が引き受けて日本維新の会でやっていかなきゃいけないし、日本維新の会の中でのコンセンサスっていうものも取っていかなきゃいけないでしょうね。その代表のこだわりと同様にというか、石原代表も都といえば東京だっていうこだわりを持っていらっしゃるように思うんですが、そこはまたしっかり話していきます。朝日新聞の沢木です。脱原発についてお伺いしたいんですけれども、おとといの小泉元首相が記者会見、それは市長のもう話じゃないのでね、はい、ただ関西電力の人株主として、大阪市長としてもこれまで原発政策についていろいろと主張されてきたので、じゃあ株主としての話に限定してもらえますか。結構です。はい、どうぞ。株主としての話で質問してもらえれば、小泉首相とかもそれはもう株主としての話じゃないのでね。としてはこれから何か行動していきます。しかるべき行動していきます。いや、それはまた担当の方でいろいろ考えてもらいますけど。共同通信の生姜です、はい。広域連合の発足、関西広域連合の発足から間もなく3年迎えますけども、広域連合で同州制をめぐる話になると、市長と連合庁の対立がやはり同州制に向けてあるのかなと思うんですけども、この広域連合では同州制に向けてどういう方向性で議論をしていけばいいとお考えですか。いや、今研究会やってるとしか言いようがないし、広域連合の話なんか進みませんよ。同州制の話は広域連合と同州制は別物だというふうに言ってるんで、研究会をやろうって言ったところで止まってますんでね。これも完全政治マターです、同州制は。だから安倍政権に、自民党も公明党も衆議院選挙の時に同州制というものを位置づけたわけですから、これは安倍政権に対してしっかりと同州制推進ということを言っていかないといけないですね。全く地方分権の話がもう今安倍政権になって、何にもこれ話題にも上がってませんのでね。アベノミクスが好調なもんですから、みんなそっち側の方に、目がいってますけども、やっぱり元々その国の仕組みを変えていきましょうよっていうね、ところから地方分権の話があり、同州制の話が出てきて、だって今ね、安倍政権がやってることっていうのは、これなぜかって言ったら、本来国がやるべきようなところに集中エネルギー集中してるからですよ。外交安全保障、それからマクロ経済政策ね。だからこういうところに国が本当に集中できるような仕組みを作っていったらいいわけですよ。でも今残念なことに、教育のいろんなその小中学校高校の問題から、福祉の問題から、住民の皆さんの生活に関わるような問題まで全部これ、安倍首相の好むと好まざるに関わらず全部霞が関が権限を持っているような状況ですから、結局は全部これ安倍政権がハンドリングしないと進まないような状況になってるわけですね。だから切り離したらいいんです。今安倍首相が本当に力を入れてるね、外交安全保障、こんなところは僕らが何か口出すような話じゃないですから。外交とか安全保障とかマクロ経済政策ですよね。ここに特化して、で後の仕事は地方にもう責任を負わせながらね、海外をもう飛び回ってもらったらいいと思うんですね。でその仕組みを今安倍首相が属人的なある意味やり方で、政権運営されてますけども、
そこをシステムとしてやっぱり変えていかなきゃいけないと思いますよ。やっぱり国がやる、首相がやるのはこういうことだと。通貨政策、外交安全保障、マクロ経済政策、国全体の税制とかね、ここに集中できるような仕組みで、そういうことをやる行政機関を国の機関としたら、やっぱり日本は強くなるんじゃないですか。さあ原発問題についても、そのエネルギー政策っていうところに特化していってね、でその他のもう内政というか住民の皆さんの普通の生活に関わるような事柄は基本的にはもう地方の方にもう責任を負わせるということが日本を強くすることになるというふうに思うんですけどね。そうするともう広域連合ではまあ研究会の方で議論はするけれども、ええ、市長としてはまあ日本維新を通じて政治またとしてやっていくべきだとか、ええ、これはもう政治じゃないと、それは都構想ですらこんだけ政治的に大騒ぎになるのに、同州制なんかっていったら全国の知事やら全国の県会議員や全国の政令市の議員とかを相手にこれ政治的な闘争をやらなきゃいけないんでね、これはとてもじゃないですけど広域連合とかそういうところで扱えるような問題ではないですよね。関西テレビの原と申します、はい、ゴミ屋敷条例についてなんですが、行政代執行をすることができるようになったというのがすごい非常に大きな変化だと思うんですが、財産と主張しているものを撤去するわけなんで、まあ、非常に厳しい基準で判断しなきゃいけないと思うんですが、その点はどのようにお考えでしょうか。いやですから第三者の意見をきちんと第三者機関に諮問を図ってということですけどもね、そこは慎重に、何でもかんでも行政が力ずくでやるっていうのは僕は嫌いですからね、しっかりと第三者の意見、まあ、そういう専門家の意見を聞いて判断するということになります。そこでワンクッション入れてるんですけどもね、部局の方に聞いたらですね、第三者審議会が、まあ、端的には迷惑、これは迷惑ですよと判断したらできるというふうに、まあ、多分分かりやすく説明してくれたんだと思うんですけど、とおっしゃっていたので、迷惑ってすごく曖昧なように聞こえたので、市長はどのようにお考えなのかなと思ったんですけど、それちょっと運用の中でまた決めていかなきゃいけないでしょうね、最後だから、そういう命令とか行政執行、大執行するときに結句としてはいいか悪いかっていう話が結句で出てこないとおかしいわけでね、だってそれをいいか悪いかを尋ねるのが諮問なわけですから、必ずその最後の結語にはそういう言葉が出てくると思いますよ。まあその判断基準として迷惑かどうかっていうところを局は説明したんだと思うんですけども、最後は第三者機関の方で、いいのか悪いのかっていうような判断をやっぱりしてもらわないといけないでしょうからね。ありがとうございます。読売新聞の清永です、はい、まもなく、ダブル戦から2年で、まあ、まだちょっと早いですけど、任期の後半戦に向けて課題として都構想とともに民営化というものが、バス、地下鉄、水道、あと幼稚園とあるんですが、改めてなんですが、その市長就任されて、知事時代はまあ直接行政少なかったんですけど、その市長になって民営化というものにこだわっていろんなものを、打ち出されてて、その理由と、その何ていうか今のところその各自治体、他市、他の政令市等にもあんまりまだ広がってないかと思うんですけど、その大阪市として先進的にその取り組もうとされている理由を合わせてお願いできますか。いや、他市ができないのはそれは公務員のその労働組合や公務員組織の方にもう遠慮しちゃってできないわけじゃないですか。だから堺市長選挙の時にはもう堺の市の職員がもうみんな選挙運動に出て、自分たちの身分を守ると。だから僕が大阪市長選挙に出た時も大阪市の交通局の労働組合は民営化反対と、でその理由は冊子の中に書いてましたけども、民間企業並みに労働条件が落ちますっていうのを書いてるわけです、はっきりと。だから民間企業並みに落ちると思ってるんですけどね。こんなのは法律を見てみれば分かる通り、民間企業に準拠しなきゃいけないんですよ、公務員の世界は。にもかかわらず民間企業を民営化すればね、その労働条件や給料が落ちるっていうふうに考えているのが今の公務員の生活の公務員の実態、本音ですよ。だから全国のどの自治体の公務員組織も民営化嫌がるでしょうね。さあ身分保障の点も給料の点も、俺はもう今民間と比べて、そういう現業部門というものははるかに高い給料もらってるわけですから、
だからそれをやっぱりきちっと正していくっていうのが民営化のまず第一目標でありますけども、やっぱりそれはコスト意識、事業をやるっていうのは公務員には向きません。これはだってそれはもう中国で国有企業がこれだけ問題になってるのと同じように、公務員のその能力を発揮するのはいろんな意見をこうまとめていって制度設計をするとかね、きちっと計画を作っていくとかで、作った計画をしっかりと実行していく、これも公務員のもう能力の一番、発揮できるところですよ。でも具体の事業をね、効率的にこう運営していく、でそのサービスの提供者の満足度を上げていくっていうのは、これは市場原理って言いますか、ある意味市場にさらされないとね、なかなかやっぱりそういう意識にはならないと思いますよ。まあ、なかなか株式を 100% 大阪市が持ってる間は市場原理でさらされるのかって言ったらそうではないけれども、まずは第一歩としてね、やっぱりその今までのその公務員の世界というか、交通にしても水道にしても何にしても、自分たちの身分を守るために、自分たちの給料を守るためには選挙を通じて身分を守っていくんだと、いわゆる権力闘争で身分を守っていくんだっていうのが公務員の世界ですからね、その発想も根本的に改めて、顧客満足度を高めることによって自分たちの給料や身分を守っていくんだっていう発想にしようと思えば、これやっぱり民営化にしなきゃいけないでしょうね。で、効果はもう山ほどありますよ。だって地下鉄だって料金は値下げできる、まあ今までの交通局なんていうのは高コスト体質だった、で水道事業だってこれ料金の値下げができるっていう話になってますしね。で水道事業はもっと言えば、これから大阪市内で水道事業やってたって、水需要がどんどん減ってもう自利品になっていくところ、ちょっと世界見渡せば水ビジネスのその範囲なんていうのは無限とは言わないけれども、まあ IT の世界並みにこれから水ビジネスっていうものがこう広がっていく、新興国を中心に広がっていく、そしたら大阪市の水道局もあれだけノウハウあるんだったら、大阪市内にとどまらずに世界に目を向ければいいじゃないですか。でこういうことをやろうと思えばやっぱり民営化ですよ。でさっきも今里筋線の延伸ということを言いましたけども、これからの時代はね、行政財産をこう組み替えていかなきゃいけない。でかつて高度成長時代にずっと積み上がってきた今ある行政資産というものをね、行政財産、行政資産というものを今後必要な行政資産に組み替えていく。でこのストックの組み替えというのは知事時代からずっと言ってきたことですけども、これやっぱり民営化で株式化してね、その株式を持って新しいストックをまた作っていく、こういうこともねこれから行政としてやらなきゃいけないですよ。だから仙北高速鉄道の株がもし700億から800億で売れたんであればね、そのお金を持って新しいインフラ整備ができるわけですよ。で税の負担を持ってどんどんインフラを整備するんじゃなくて、今まで行政が積み上げてきたお金になる資産をお金に変えてね、でそして新しいまた必要性のある資産に組み替えていく、これはね僕は全国でやらなければいけない自治体経営革命だと思いますけどね。ストックの組み替えなんていうのは民間企業であれば BS 戦略で、貸借対照表戦略で当たり前のことのようにやるんですけども、やっぱり公の世界でやらないですね。地下鉄はね大阪市民のものだってみんな議会言うんですけども、それはいいけども、トンネルとか鉄道の路線、いくら資産持ってたって、トンネルと線路持ってたってあんま意味ないんですよね。だからあれを一回株式に変えて、必要な場合にはね、じゃあそのトンネルと鉄道っていうものをね、トンネルと線路っていうものをもっと必要な、その地域に必要な行政資産に変えていったらいいじゃないですか。で水道事業なんかでも、今までは水道事業をこう運営していくノウハウなんていうのは一銭の金銭価値も金銭的な価値もついていなかったものが、これ、水道事業の民営化をやることによって、資産は全部大阪市が持ちますけども、水道事業のノウハウっていうところに値段がついて、これ株式価値が生まれるわけですよ。まあある意味錬金術ですけどもね、この公営企業の民営化っていうのはね、そういうところをなんでね議会が納得してくれないのか、本当にちょっと不思議でならないんですけどもね、ある意味錬金術ですよこの民営化っていうのは。だから水道やの幼稚園に関しては、その、まあ、公がやってたものを民がやることに対して、まあ、住民が不安に思うというような、議会の声もあるんですけれども、そこが
まあ、どうしても時間がかかる議論だと思うんですけども、議会の同意を得るためには超えないといけないハードルだと思うんですけども、その辺はどう対処していきますか。だからやっぱ大阪市っていうのはある意味お金を持ち続けてきたのでね、まあ、いろんなことをまあ公でやってこれたわけですね。で今そういう状況にない。でも住民サービスって言いますか、住民のニーズってものはますますこれから少子高齢化時代を迎えてですね、役所に対するニーズは高まってくるんです。その時にお金どうするかってことを考えて、公のサービスはどこの水準をねこう目指していくのかってことを住民の皆さんにやっぱり考えてもらう、まあ、そういう時代になってますよ。例えばそのゴミのね、あの番組の時も民営化にあたってね、確かにふれあいサービスとか現場の環境局の職員よくやってくれてますよ。8000人ぐらいの住民の皆さんに対してね、高齢者の皆さんに一軒一軒回って安否確認もしていくと、障害のある方のところにも一軒一軒回ってね、いろいろな話もこう聞きながらやる、まあ、ふれあいサービスは僕はあれはいいサービスだと思いますよ。でもあれをやるために全体を公で抱えなければいけないのかって言ったら違ってね、あのサービスはあのサービスで福祉サービスとしてお金を税金突っ込んでやったらいいと思うんですよ。それから大阪市民の皆さんにやっぱりこれから通っていかないといけないのはね、確かに家の前に全部ゴミをパーンと出して全部取ってもらうってのはそれは楽ですよ。でもそのことによってね、余分に80億のお金がかかってますよと。だからこの80億のお金をね違うものにこう使っていく。例えば今特別養護老人ホームの前倒しで計画前倒しでどんどん特別養護老人ホームを建設の方を進めていますけどもね、そういうものにもお金がかかる。それから今ちょっといろいろ新しい住民コミュニティの在り方っていうところで、ICT を活用したね、住民コミュニティをこう密接にするような ICT 活用でそういうシステムができないかっていうことを今検討させてますけども、そういうものにもお金がかかってくる。だから一軒一軒足の悪い高齢障害のある方だったり高齢者の方、そこはどうしても必要なんだったらそこは福祉として税金を入れ込めばいいけども、元気な人たちがそして住民の皆さんでちょっと話し合いをして一箇所に集めてもらえればね、80億のお金が生み出されるっていうことを考えたときにね、僕はどっちを取るんですかってことは住民の皆さんに考えてもらわなきゃいけないなと思います。保育所でも幼稚園でも同じですよ。それは公がやった方がいいという信頼ができる。でも幼稚園は2万5、6千人ぐらいいるその幼稚園児のうち2割しか一律の公立の幼稚園に通っていない。でこれ民営化っていうことをやればざっくりですけども25億ぐらいのお金が生み出される。だこの25億をね別のことに使えませんかと。それは幼児教育をこうもうちょっとレベルアップすることでもいいし、子育て支援に使うのもいいし、それから保育所だってこれもざっくりとですけどもね、全部民営化が実現すれば80億ぐらいのまたお金が生み出されるっていうわけですよ。これね本当大阪市の規模大きいからびっくりしますけども、今言ったようにゴミの事業の民営化、保育所の民営化、それから幼稚園の民営化、これだけでざっと年間180億ぐらいお金が出てくるっていう計算ですよ。今のサービスをやって180億円をかけるのかね、まあ幼稚園も保育所も今民間の事業者がやってるわけですから、全部そういうところにやってもらって、ゴミもね今事業系ゴミ、レストランとかホテルのゴミっていうのはこれはもう民間業者にやってもらってるわけですよ。だからそういうところにやって年間180億ぐらいの金を生み出してね、そして違うことにもっと使っていくっていうことをねこうやっていくのか、そのあたりの住民の皆さんの判断というか、まあこれはもう説明次第だと思うんですけどもね、こういうことを自治体やらないとさ、もう回らないですって。少子高齢化でどんどんそれはニーズが、いろんなニーズがこう高まってくるときにね、今までやってきたことをそのままやりながら、そして新しい住民ニーズに応えていこうなんて、そんな内での小槌なんか自治体持ってないんですから、まあそういう意味ではこの民営化っていうのは僕は繰り返しになりますけども、ある種の錬金術でね、新しい住民サービスに応えていこうと思えば、こういう形で民営化、民でできることは民でやりながらね、お金を生み出して新たな住民サービスにお金を振り向けるってことが必要だと思いますね。
大阪立地新聞の藤木と申します。今日のまあ会見項目の件で質問なんですけれども、まあ、動物園の件なんですけれども、まあ、市長先ほどあの安倍野が好調だというふうにおっしゃってましたけれども、まあ、今回その1月1日をまあオープンにするということで新たにまあハード面であの何か動物園に関して考えられていることっていうのは今後ございますでしょうか。さあもう動物園の担当に聞いてくださいよ。もうさっきも言ったようにトップが大阪市長がもうありとあらゆることまで全部考えるなんてこんなの組織じゃないのでね、号令かけて顧客満足を高めてくれ、1月1日でも開園してくれと、それからあのいろんな有名な民間 の、 そのテーマパークのところに職員派遣してね、意識を改めてくれっていうところは僕の号令で、あとはその中で、各動物園がイベントにしても何にしてもこれ全部動物園の方が考えてくれたことですから。例えばその園舎を建て替えるとかですね、そういう思いっていうのは市長ご自身としてはお持ちではないでしょうか、ね、園舎についてはね、上山特別顧問とこれは話をして、まずはやっぱり職員の意識改革やその手すりにしたってその放棄の置き方にしたってそういうことをしっかりできないのに園舎だけを大規模に改修してもね、それはあの器だけ作って魂がこもらない状態になるから、まずは今のサービス業としてやらなきゃいけないところをしっかり抑えながら、そしてその園舎についてはやっぱりその後しっかり考えていきたいと思いますけどもね、僕は動物園についてはやっぱり都市型動物園として非常にこれは売りになるその場所だと思ってますから、その考えはもう以前からお変わりないということですね。わかりました。それもしねその、まあ、建て替えるというこう、まあ、できるとすれば、あの動物園に関しては再来年が100周年ですかね、あの、まあ、市としてもあのシンボルイヤーですかね、位置づけてると思うんですけれども、それまでにその間に合うようにとすれば、まあ、来年には入らないととは思うんですが、その辺のスケジュール感といいますか、園舎についてもうちょっと勉強してもらいたいんですけど、はい、いずれやるにしたって3年も4年も5年もかかるんですよ、そんなの。どっちにしろ100周年に全部間に合うなんて、それは無理なんですから、ね。わかりました、ありがとうございます。2回目すいません、関西テレビの原と申します。あの先ほどあの仙北高速鉄道が780億で売れたならと発言されましたけど、はい、このローンスターの件というのは報告か何かを受けてらっしゃるんですか。いや、新聞の報道です。あ、報道ベースですか。特にその報告とはそういったことで確認された。市長です、まあ、知事の方がなんか外資系の方でね、そういう外資っていうものも応募してるなんていうことはそれは話題には上がってましたけども、それはもうあの報道でああいう記事を知り、あの中身を知りましたけども。わかりました、ありがとうございます。テレビの方の、秋内と申します。すみません、あの次の天王寺動物園の件なんですけども、確認でですね、これ1月1日臨時開園というのは初めてになるんでしょうか。いや、なんか大正4年にやったの。あ、違うんですか。1月1日開園は1915年1月1日に開園というになってるんです。最初の年だけ1月1日だったんです。あの天王寺動植物公園事務所の管理担当課長をしています宮沢でございます。昭和のですね、50年の1月1日までは、開園してございましたです。正月は。で、昭和51年の1月1日から、今日に至るまで、1月1日は閉園ということになってございます。ありがとうございました。あ、でもね、あの職員アンケートやったんですよ。でちょっと動物園サイドの方に言ったら、まあそれでも回答率が 50% とかな、ちょっとそれは意識がどうなんですかって言ったら、まあ期間が短かったからっていうような答えはあったんですけど、まあ普通こんなの仮にディズニーランドで職員にキャストにアンケートなんかだったら出したら 100% 多分返ってくると思いますよ、現場改善についてのアンケートとか言ったらね。だからそれはちょっと51とかいうのは、それはやる気のない職員はもうどんどん変えてもらわなきゃいけないと思いますけども、それでもその返ってきたアンケートの中見ましたけどね、職員はみんなねいろいろ考えてたんですね。でここはおかしいとかここはどうだとかいろんなことやっぱ考えてた。でもそれが実行できるような体制になってないわけです。かたやディズニーランドの方はね、キャストがあれなんかいろいろこう考えて、あれ全部なんかトップの方が吸収してそれどんどこどんどこ改善していくわけですよ。だからそんな手すりが錆びてたとかね、なんか見た目にこれ雰囲気変な旗が立ってるとか、ディズニーそれないじゃないですか。だからあれキャストが感じたことをパッてなんかどっかが吸収してすぐ
あの改善チームがこう動いてバーッと改善するってそういう体制になってるからこそ客がどん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 来るんでしょうね、まあ、USJ もそうなんでしょうね。それはやっぱり天王寺動物園は今までそういう意識はなかったんだと思いますけどもね。また意識がないという、いや職員は意識があったけれどもそういう体制になってなかったから、職員のあのアンケートを見る限りはね、あみんな結構考えてるやんかと、まあこれ組み上げて、すぐ改善できるように、でまたそこで予算がって話しちゃったら、そんなの大阪市役所 の, あの予算規模で言ったら無駄な予算なんかまだまだあるんだから、そこ天王寺動物園に、つければいいだけの話なんでね。まあ、この職員のやる気のある職員の意識をね組み上げて、実行できるような体制に、改善が実行できるような体制にしたいですね。みんな細かなこと気にしてましたよ。こんなところに放棄が見えてて、こんなのは見にくいとか、何ですか、職員のその他の職員のその歩き方とか、そのなんかそういう態度振る舞いがね、ちょっとだらしないとかね、職員同士でそんなことをなんかいろいろちゃんと認識してるんだなっていうのを思いましたけどもね。静岡から来ました静岡新聞の大橋と申します。教育関係で全国学力テストの結果公表のあり方についてちょっとお聞きしたいんですけれども、どっちかと思いますが、静岡の方で県知事が今回の結果が悪かったということで校長名を公表するという事態が少し前にありまして、公表のあり方の議論が高まっているんですけれども、大阪市の方で学校ごとに結果公表をルール化されるというお話を伺いまして、今日教育委員会の方ではお話を伺ったんですが、市長に、つきましても改めてといいますか、学校ごとの公表の、結果、どういうことをこう想定されて効果を想定されているのかということとですね、あと、反対される方の中にですね、地域の序列化につながるんじゃないかという考え、意見があるんですけれども、これについては市長どういうお考えを持っているのかお聞かせていただけますでしょうか。まずね、僕は知事時代に市町村別の結果公表というものをこうやりましたけどもね、その時とそれから今回も通じてですけども、ルール違反を犯してまではやっていません。だから今回大阪市の学校別のその開示については教育委員会の判断で、これやってますのでね、僕はそれは教育委員会の判断として適切だというふうに思ってますから、教育委員会の方がしっかりと学校をマネジメントしていくんだというふうに思っています。だからそういう意味で、僕自身が校長の名前をバーンと公表するということは考えておりません。で、じゃあなぜその学力調査テスト の, その結果を公表するのかといったら、まず現場に責任感を持ってもらうと。それは本当ね、朝日新聞とか毎日新聞って都合がいいなと思うんですけど、特定秘密保護法案になるとね、情報を隠すなって言うわけですよ。もうやたらと言ってるじゃないですか。で、僕はやっぱり今の特定秘密保護法案はね、良くないと思いますよ。でも朝日と毎日はね、情報を隠すな隠すなって言うんですよ。で、特定秘密保護法案をね、出そうとしてるこの政府の方は、その情報が出たら国のためにならんというわけですよね。で、今度この学力調査テストの話になると、朝日と毎日はこんなものが出たら社会のためにならないから隠せっていうわけですよ。結局朝日や毎日は自分の主観でね、この情報は出した方がいい、この情報は隠した方がいいっていうことを判断するんですかって。だからそこをずっと昔から言ってるんですけども、朝日や毎日は明確な答えは出していませんよ。だから学校別のその結果を公表、学校別の成績を出せばね、序列化になる、不当な競争生まれる、だから隠せと。そしたら学力調査テストの学校別の情報ですら、これは隠しておいた方がいいって言うんだったら、特定秘密保護法案の対象になってる外交やなんやらっていうのはもっと隠した方がいいってなるに決まってるじゃないですか。だから情報なんていうのは基本的には出したらいいんです。で、それで序列化になるとか不当な競争になるなんていうのは、僕はちょっと以前特定秘密保護法案って言いましたけどもね、ありがたいことに朝日はその僕の意見を詳細に出してくれてましたけど、情報を出して
仮にそのことによって何か社会にね、リスクが生じたとしても、そのリスクをきちんと引き受けるっていうのが国民主権ですよ。だって情報が出てですよ、学校別のその情報が出てですよ、そこで学校の序列化になるのか、不当な過度な競争になるのかは、結局のところは国民が判断して、きちんと国民が適切に扱えば問題ないわけじゃないですか。だから過度なその競争になるとか、序列化になるっていうのは結局国民信用してないんですかってことです、まずはね。だからまずは一つはね、情報ってものは開示して、あとそれでね、どうなるか、それは昔の学生闘争の時のように学校現場もむちゃくちゃな、あの教員組合がむちゃくちゃなことをやってたら、それは社会も混乱したのかも分かりませんけども、僕は今の時代はね、学校別の情報、学校別の成績を開示したところで国民は冷静だというふうに僕は思ってますね、そう感じてます。で、学校現場の方にまず責任がきちんと生まれます。それはまさに朝日や毎日が特定秘密保護法案で言ってる理屈をそのまんまこの学校別の成績開示のところに当てはめたらいいんだけど、秘密を隠していたら行政なんては何やるかわからんと、責任持たんということを言ってるわけじゃないですか。だからその通りです。だから学校別の成績ってものをきちんと開示すれば、学校はやっぱり責任感持ちますよ。自分のところの学校はこうでした、そしたらそこで初めて説明責任が生じる。非常に点数が悪かったら保護者に説明しなきゃいけない、こういう理由で説明点数が悪かったです、これは学校、そしたらそこで議論が生まれますよ。学校の責任なのか、いや保護者の責任なのか、一体何が原因なのか、こんなの情報が開示されなかったら何もわからないまんまにこれ進んでいくじゃないですか。朝日新聞なんかも一生懸命言ってるじゃないですか、情報がこのまんま秘匿されたまんまだったら原発の問題だってどうなるかわからなかったとか、いろんなこと言ってるじゃないですか。だからまさにその通りです。学校別の成績を開示して、保護者がそれに対して文句を言ってきたら学校は説明をする、そこでお互いに原因を分析して認識をして、そして対応策を考える、情報の開示があってから、情報の開示があるからこそそれが成り立つんです。市町村別のね結果、大阪では開示してますけど、どういう状態になったか、各市町村教育一生懸命ね学力向上策について住民の皆さんに説明しながら対策を打つようになりまして、それまで僕の知事の時に1回目の時は成績を市町村別は開示してなかった、秘密にしてた、どうなってたか、市町村教育委員会、各市町村教育委員会いい加減なもんだよね、分析なんてのはこんなペラペラの紙1枚にくだらないことをまとめてた紙1枚にまとめてたんです。で僕はそれで怒ったんです、こんなの市町村教育委員会本気になってないじゃないかと。で開示するって言ったらどうなったか、今まで A31 枚の紙にしかまとめていなかった市町村が50ページぐらいの資料を作るようになったんですよ。これです。だから情報を開示するということになったら自らの責任が問われるから、責任を果たすために必死になりますね。それから保護者の方が今度やっぱり保護者にも責任を持ってもらって、僕は学校選択制というものを推進していきますから、学校を選んでもらうためにはね、情報は徹底的に開示をする。でこの時にもね、保護者を信用するか国民を信用するか、これは憲法改正論で朝日や毎日は国民を全く信用してませんから、国民投票で僕は決着つければいいって言うんですけども、どうも国民投票じゃなくて国会議員で、あんだけ国会議員を普段ボロカスに言ってる毎日新聞や朝日新聞は、いざっていう時には憲法の問題になったら国会議員をものすごい信用しちゃうわけですよ。全くよくわかんないけど、でも保護者に僕はやっぱり学校をねきちんと選択してもらう。でね、僕は保護者を信用してますからね、学力のねあんな点数だけでは学校は選びませんっていうのは、そんな差はないんです。 0. 点何ポイントとかそんな差ですから、それだけではね差は生まれない。むしろね、その背後にある生活習慣についての調査、ああいうところが重要でね、そういうところを保護者に開示してね、自分たち改めてもらうと、やっぱ責任持ってもらう、学校選択してもらう情報の開示ってこともあるんですけどもね、いずれにせよ情報は共有されることによって初めて責任感が生まれてきて、これが国民主権で特定秘密保護法案を否定する朝日と毎日のロジックなのに、なんで学校別のこの成績の問題になったら隠せ隠せって言うんですか。社会が混乱する、これは出してはいけない情報だ、出してはいけない情報だって朝日新聞や毎日新聞が言うんだったら、それは政府だって言いますよ。不思議なもんですね。だから情報はやっぱり基本的には全部出す、それによってリスクが生じたとしても、それはもう
住民の皆さんである意味責任を負ってもらう、それが国民主権。でもそういうような不都合がないようにね、行政としても情報の出し方とか住民の皆さんに対する説明の仕方とか、そういうところは気をつけながら混乱や弊害がないように対処していきますけども、情報は基本的には全部開示していくっていうのが原則だと思ってますね。公表をルール化する前まで、去年までは学校によって公表したりしなかったりということが生まれているというふうに伺っているんですけれども、そうしますとそういう状況というのは好ましくないと、一律でやはり公表した方がいいんじゃないかという。いや、だから教育委員会、大阪市の教育委員会はそういう判断をして、各学校に指導してるんじゃないですか。でここもね、文部科学省の考え方で僕はやっぱりちょっとわからないのが、結局学校運営の責任者は誰なんですかっていうことがね、教育委員会制度で曖昧なんですよ。これ文部科学省の実施要領は学校ごとが判断すると、学校に全権委任みたいな形になってるんですが、でも今の教育行政見てくださいよ。教育委員会の指導、助言指導で全部学校動いてるんですよ。教育委員会って、じゃあ学校の判断と教育委員会の判断が食い違った場合にどっちを重視するのかって言ったらね、これまた朝日や毎日は教科書の採択問題で現場を信用しろ、現場を信用しろと、あれだけ国民や保護者を信用しないね朝日や毎日は、教科書の採択の問題になったら今度は教師を信用しろってなるんですね。本当によく分かんないんだけど、だから何が言いたかったんだっけな。だからいずれにせよね、何の話してましたっけね。もう朝や毎日の悪口ばかり言い出したら止まらなくなっちゃうんだよ。ルール化する必要はやっぱり、そうそう、だから最後だから教育委員会と学校のね関係を考えたら、今の教育委員会の行政の仕組みで言ったら教育委員会の助言指導で決めていくって話になってるんだよね。それはやっぱり今大阪市の教育委員会がいろんなことを考えて、開示すべきだと。でそれで 各学校に助言指導をしていき、で、文部科学省の実施要領の通りね、教育委員会が、それから市長がわーって開示するんじゃなくて、各学校が個別のホームページとかそういうところに開示していくんだったら文部科学省の実施要領の範囲内だというふうに僕は考えて、大阪市の教育委員会は適切な判断をしたなというふうに思ってるんですけどね。でも文部科学省も今あるルールは守ってねと、でもきちんと開示の方向でね、考えるよっていうことはその都度いろんなところでメッセージ聞いていますから、まあそこで文部科学省と変に今下村大臣がいろいろと大阪市がやろうとしている取り組みについても応援をしてくださっているところもありますから、どのみち教育委員会の判断で学校別の成績は開示するということにもうなるんであればね、そこは変に政治的にぶつからないようにやっていきたいなというふうには思いますけども、でも大阪市の教育委員会の判断は僕は適切だというふうに思ってますけどもね。フリーの記者ですけども、特定秘密保護法案についてですが、原発事故の被害地元になりうる大阪市長としてのご見解を伺いたいんですが、秘密保護法案によってですね、原発情報が出にくくなって、かえって原発のリスクを大きくするんじゃないかと。で実際福島県議会はスピーディーなどの原発関連情報が、出にくくなる恐れがあるということで意見書を採択して決議をして、で福島の原発事故の時も、東京消防庁が注水作業をするときに東電が原発内部の図面をテロ対策の最高機密ということで出し渋ってですね、まあ、結果的には入手して、関東が進めなくなるような大事故を回避したんですが、まあ、そういう秘密、それは昔だから原発事故直後の時に、東京消防庁が注水作業をした時に東電がそのテロ対策を理由に、原発内部の図面を出し渋ったということがあってですね、で、ということは、まあ、特定秘密保護法案によってですね、原発の事故のリスクがかえって、大きくなるんじゃないかと。で大井原発を抱えている大阪市長のお立場として、まあ、ご見解をお伺いしたいんですが。いや別にそれは原発がどうのこうのじゃなくて、やっぱり情報をね、行政機関が隠して、きちんと本当にね、これは国益のためだから
この情報だけはやっぱり出したらまずいよねと、という情報を選別してですよ、そして、適正な期間、でその秘密の必要性がなくなれば公開をする、で適正な期間だけ秘密にする、こんな神業みたいなことは人間ではできませんって。そんなの、そんなのもうみんな都合の悪いことは基本的に隠しますよ、そんなの人間なんですから。だから特定秘密保護法は僕は基本的には嫌ですよ。でもやっぱり国家の安全保障上ね、公にできないものだってありますよ。それはだって大阪市役所の今の市政運営ですら、これはすぐに出せないねっていうやつがあるわけですから。だから会議なんかでも、戦略会議でも、いざという時には非公開にする場合もあるし、議事録でもマスキングする場合もあります。あるんで、そこはだから昨日も言いましたけども、難しいかもわからないけれども、やっぱこれはこの市役所とかね、むしろこの行政の規模であんまり優劣を言うのは良くないけども、市役所とかね、このレベルで秘密を少々やってね、広範囲に秘密をこう広げてしまったって言っても、あんまりそんな国民の皆さんにものすごい影響することってそんなないと思うんですよ。でもやっぱこの権力の力が強まってた、権力の力が強まるところには強まるところほどね、情報開示させないと、ほら権力っていうのは一歩間違えたら大変なことがあれなんだ、大変なことをしでかすんですから。ほらだってもう他の他国を見てくださいよ、嫌ですもん、あんな国になるのは。だからそんなに権力の力が強くないところは、もちろん情報開示は必要だから情報開示はしていきますけれども、そんなに神経質になってね、情報開示しろ情報開示しろって言わなくても、そもそもそれだけの権力、ゴリゴリと皆さん の, 生命財産をこう制約していくだけのもともと権力がそんなにないところであればね、情報公開は原則だけでもそんな神経質にならなくてもいいのかも分かりませんけど、この政府の権力っていうのは、今は日本はこれ平和だから、これが原則じゃなくて、権力なんていうのは本当はきちっと監視しておかないといくらでも暴走してしまうんでね。だからそれはね、日本政府なんて国の国家権力なんていうところ、いざとなったら人の命も奪えるようなね、そういう力なんですよ。だからそうであれば神経質になるぐらい、なりすぎるぐらいね、情報公開っていうものは徹底させるような仕組みにしないと怖いですね。さあ一人一人他の国見てください。いざとなったら何かの罪名前つけてしょっぴいて拘束することなんかも平気で、これ同じ行政機関としてやってる国もあるわけでしょ。日本はさすがにそこまではできないけれども、でもやっぱり僕は情報公開っていうものがなんかこう狭まること、それも必要最小限にこうきちんとルール化された中で、秘密っていうものはきちんとこう指定されてこう やるんだったら、それは国家の安全保障上絶対に必要ですけども、なんかあれ大臣が全部見るわけでもなく、その行政機構の職員がボンボンって秘密指定をやっていくなんていうのは、なんか気持ち悪くてしょうがないですけどね。今まさに市長がおっしゃったですね、安全保障上の秘密を保護しながらどうやって原則公開を実現するかについてですね、国際的な立法のガイドラインというのがありまして、ツワネ原則というですね、南アフリカのツワネで、人権問題と安全保障の両方の専門家が集まって、その原則を2年間かけて決めて、今年の6月に発表されたんですが、その国際的な、なんていうところですか、ツバ、南アフリカのツワネというところで、ツワネ、ツワネで、ツワネ原則という名前がついててですね、実質的な国際的な立法をガイドライン、国際標準みたいなものなんですが、そこには今市長がおっしゃった第三者的な監視機関を設けるとか、ジャーナリストとか市民が逮捕されないとか、秘密の最長期間を決めるとか、そういうガイドラインがあるんですが、それが今回の法案から抜け落ちていると、欠陥法案じゃないかという指摘が出ているんですが、そこが非常にポイントで、国全体が戦前のに戻ってしまうような、そういう恐れもあるんじゃないかと思うんですが、そういや僕はね、またそこはちょっとね、記者と違うら、もうすぐに戦前に戻るとかで、集団的自衛権やったらまた戦前に戻るって言うんでしょ。僕は集団的自衛権は賛成ですからね、そこは多分違うと思うんですけどね。それは置いといても、でもそのツバネ原則っていうのが
あるんであれば、やっぱりそういうのに乗っ取っ乗っ取っていったらいいんじゃないですか。やっぱり国の安全保障上、秘密にしなければいけないっていう分野あると思うんですよ。だからそこと、その国家権力をきちんと監視していくと、まあこれはだから、まあだからね、産経新聞のなんかこう憲法草案を見てね、バッとこう感じたところでうんっていう風になったのは、その人と人とのつながりの、僕は日本の国っていうのはものすごいこれは大好きだけれども、国家権力っていうのは基本的には信用してないんですよ。まあ自分が今権力の、その市役所のトップになってるから自分を信用してないっていう、ちょっ と矛盾にもなりますけども、まあ、だから国家権力なんていうのはほっといたらえらいことをするよっていうのがやっぱり元々の、まあそれはもう僕らが憲法を勉強した時のやっぱりそれをずっと勉強してきた時のその原点なんでね。だからそれは歴史を振り返ってみても、権力っていうのを本当に適正に扱える人間なんてそうはいないと思いますからね。だからその国家権力っていうものを考えた時には、やっぱり情報公開がやっぱり原則だよっていうところを抑えなきゃいけないんじゃないでしょうかね。まあ通話の原則っていうのがあるんだったら、まあ、そういうのを見ながら考えなきゃいけないですね。最後に地方公聴会を開いて特定保護法案について地方の声、地方自治体のトップの声を聞くべきではないかということについてはどうお考えでしょうか。いや、それはプロセスの問題だから、まあそれを開いたからどうのこうのってなるわけじゃないですけども、だからね、ここでこそ朝日新聞が頑張らなきゃいけないんですよ。はい、だから裸足の弦を教育委員会の決定をひっくり返したじゃないですか。そんな教育委員会の決定をひっくり返すのにそこに力を注ぐよりもね、それこそ国家権力のこんな暴走につながりかねないようなこの法案に対して、気合い入れてですね、最後はこれは僕はすごい、これまた日本の仕組みは素晴らしいと思うんですけど、民主主義の国ですから選挙で、負けたら政権は変わるわけで、政治家はやっぱりこの選挙を最後恐れるわけですから、やっぱりそこに働きかけるのはメディアですよ。それはやっぱりだから、どこまでメディアがこれ頑張れるかですよね。でもその時には朝日新聞や毎日新聞はやっぱり収支替えをしないとダメですね。学力調査テストの学校別の成績はの結果はね、やっぱりこの公表すべきだと、情報はやっぱり公表すべきだっていう収支替えをしっかりやった上で、徹底して政府に情報開示を求めないと、学力テストのあんな成績のあんな情報ですら非開示にしろって言ってた当事者がですよ、特定秘密保護法案のこの案件になった途端に全部開示しろなんていうのは、これはちゃんちゃらおかしいですから。だからきちっと学力テストの学校別の成績についてはやっぱりこれも開示すべき話ですよねと、やっぱり情報というものは基本的には開示すべきですよねと、社会が混乱するからとか社会にとってマイナスになるからと、こんなことを言い出して情報を秘匿したらね、特定秘密保護法案そのものになってしまいますから、だからやっぱりそれはダメですよねと、開示が原則ですよねっていうところからスタートして、まあ、朝日や毎日に頑張ってもらいたいなと思いますけどもね。まあちょっと また後で言います。最後すみません、大阪府市エネルギー戦略会議とか関西広域連合で特定秘密法案の原発リスク増大については、今後話し合う。いやそんなの関西広域連合でそんな政治的な力ないですから。だから日本維新の会が今修正協議ってなってますけどもね、まあ、ちょっとそこは国会議員団のその対応を見てみますけどもね、今の原案については反対だっていうのが維新の会ですから、あとは修正っていうところでどこまで、このツワネ原則っていうものにのっとっていくのか、僕もちょっとこれ勉強してみます。ありがとうございました。はい、読売新聞の皆さんに文句言おうと思ってたんです。
いや、そうなんですよ。朝日と毎日だけ言い過ぎた。僕ね、あれですよ、あの人、編集員の人とかがね、面白おかしくあれでね、なんだっけな、あのちっちゃいコラムのところで、その賛否、なんかこう、劇場型はもうやめてね。あ、そうそうそう。で、劇場型、また料金値下げのあの問題は、また劇場型を狙ってるのかと、もっと意見調整をこう図るところを見てみたい。あのね、ちょっとそれ言っといてください。大阪市政、一体何件の案件を僕が抱えてね、ほとんどはそれは意見調整やりながら、今だってもうすったもんだしながら、修正やりながらこう合意形成やってるわけじゃないですか。どうしてもダメな場合に、ポーンとあえて料金値下げの問題とかそういうことを出してね、そういうことを進めてるんで、一体どれぐらいのことをその合意形成を図ってね、やってるのかということを、もっとああいう人だって取材してない人でしょ。机に座ってたーんになんか偉そうになんかいろんなことを物思いにふけって考えてるだけでダメですよ、あんなの。ああいう人ら現場にいてたら、だって今回の市政改革プランでいろいろ議案上げてるやつだって、じゃあどれが今修正やりながら合意形成やってるのかなんて現場で分かってるはずなのに、ああいうの言えないんですか。こんなのおかしいですよ。ああいう料金値下げの問題は確かにあれは僕は議会振り切ってあれをやりましたけどもね。でもそれは政治の世界なんですか。何でもかんでも合意ばっかり図れるものではないじゃないですか。それは多数決で決めるっていうのは、最後合意が図れなかった場合には多数決で決めるんですか。だからどれぐらいの案件についてはちゃんと合意形成やってるのかって、普段何にも見てない人に限ってあんなこと言うんだね。あとなんだっけな、今度あれですわ、あのワールドマスターゲームかなんかの、関西は一つ一つなるなって、一つ一つになるなって、あれだからいろんなその議論の中で、これは大阪市大阪府は乗らないって言っただけで、あれ経済関係の記者だから、多分財界の人に情報をもらうためにおべんちゃら記事でも書いてるんじゃないですか。もうちょっと本人来て取材して、こっちの意見というか言い分聞いてもらわないと、読みるそういうの多いですからね。多いです。で、公募校長の問題だって、あれずっとそれまでは6人が不祥事ってやって、部が悪くなったら6人問題があるっていうふうに切り替えて、これどうするんですか。あれやっぱ問題があるっていう範疇なんですか。だからまあ弁明的にあれ連載やってくれましたけどもね。それもそうですし、そもそもあの時、まあ、市議が質問して、で、そもそも教育長の答弁も問題がないとは言えないというような話でしたし、その後の記者会見でも問題が、そもそも知ってたけど全然調査はしてなくて、今から調査します、現時点では問題がないとは言えないというのが、まさにこの会見でレクチャーしていただいたお話。でも問題があるっていう判断もしてなかったでしょ。ただ問題がないとは言えない、だから調査してからやらないとダメじゃないですか。あの時の我々の、読売で言うと不祥事かっていう見出しです。あれかが入ってました。で、翌日直接当事者に話を聞いて、市教委が言ってることとちょっと違いますよね、っていう記事もすぐ読売は翌日出してますので、いう感じで、その後客観的にまあでもちょっと公募校長の話はひどかったですよ、あれは。本当にあのレベルであそこまで一面記事にやるんだったら、僕全部いろんなネタ提供しますよ。もう365日大阪市役所のその職員の問題で全部一面記事埋まっちゃいますよ。そんなのやっぱりそれはね、人一人の人生もかかってるんですから、もうちょっとメディアがやっぱりしっかりしないと。特定秘密保護法案だって、やれ知る権利だとか、報道の自由だって偉そうに言いますけど、こんなのすぐ反論されて、今のメディアにそんなこと言う資格あるんですかっていうふうにこうなってくるんで、やっぱり僕はメディアにも、しっかり報道してもらいたいと思いますけどもね。やっぱり最後メディアが権力をそうやってチェックする最後の砦なんですから。僕はやっぱり校長たちにはね、これは記事で書けないにしても、現場の記者から一言二言でも謝っておくべきだと思いますよ。それは分かってますので、あんなのだって選挙の堺市長選挙が始まるところで、もうまさに政治的なね、そういうところに公募校長が巻き込まれてしまってですよ。これは議員サイドだって、慎重に事実を委員会の時にこう言って、
そこは事実だから事実だというふうに事務局は答弁しなきゃいけない事情もあったのかも分かりませんけども、あれでセクハラか、まあ、かとか不祥事かとかパワハラとかにその見出しを一面で打つような話じゃないですけどね。そんな事案だったらもう病むことありますよ、そんなのは報道するような話でもないし、まあ本当に後で最終処分が決まってからやるような話なんじゃないでしょうかね。まあ、あれは読売だけじゃなくて産経もそういうふうに一面で確か報じたようなところもあったと思うんですけどね。はい、よろしいですか。はい、では政務に関する囲み取材ですが、次の項目がありますので短いですけど45分目でいただきまして、なるほどという時間でお願いします。質問のある方手をお願いします。NHK の浜野です。はい、原発関連技術の輸出について伺いたいんですけども、まあ政府の方はトルコとアラブ首長国連邦に対してですね、原発関連技術の輸出の協定を結ぶ方針ですけども、この協定に向けてはまあ国会の承認というか議決が必要なんですけども、その賛否をどうするかについて、まさに今日維新の会の国会議員団の合同部会が開かれてまして、すでにまあ党内ではなんかその賛否についてまあ割とまあベテランと若手の中でその意見が割れているようなんですけども、代表ご自身はその原発関連技術の輸出についてはどのようにお考えでしょうか。僕は松内とも話をして、またその他国会議員団から問われたときには、まあこのように答えているんですけども、福島のその事故があったからといって、まあ感情的に反対だ反対だというのは違うでしょうと。それは主権国家たるトルコの方が、またアラブ首長国連邦もそうですか、まあ、それは主権国家たるその政府の方がね、要は助けてほしいと。でトルコなんかでも今経済成長率が上がっている中で、電力に関わるエネルギーの7割ぐらいを輸入している状況でね、まあ、背に腹は変えられないような状況の中で助けを求められているんであれば、それを福島のこの事故の問題で、日本は何もできませんというのはやっぱり違うでしょうと。それは外交上、また安全保障上、やっぱり日本というのは島国国家ですから、いろんなところで仲間を増やさなきゃいけないんでね、仲間を増やしていかなきゃいけない。それからボスポラス海峡のあのトンネルのああいう事例もそうだけども、日本の技術ってものがやっぱり信頼されてるってことを考えれば、今の日本の状況を見てすぐ断るっていうのは、まあ、よくないよねと。だからちょっと維新の会の議員の中で、まあ、脱原発のあの話に乗って全部反対反対って言ってる議員もいるみたいなんですけど、それは違うよねって。ただね、ただ協定をもし本当にこっちが物を売るっていうんであれば、その責任のある売り方をしなきゃいけないんで、そこの絶対的に外しちゃいけないその条件というものは、使用済み核燃料のね最終処分地で、これがトルコできちんと計画が立てられて、きちんとそれが大丈夫だっていう話になってるのかね、そこは絶対抑えた上じゃないと、日本もそれで今原発政策がさまよってるのにね、小泉元首相の発言の通り、まさに使用済み核燃料の最終処分地のところで、このもう行き詰まってしまってる状況の中で、物を売るのにその一番重要な部分をちゃんと確認せずにね売るっていうのは、それはダメですよねと。だから結論から言うと、今の今回のその協定には、その使用済み核燃料の最終処分地のその計画と、まあ今すぐ使用済み核燃料の最終処分地が今なければいけないとまでは言わないけれども、せめて原発が稼働するまでの間にしっかりとそういう最終処分地ができてるとか、まあその規制体制というものはもちろん日本がいろいろ主導するなりなんなりでこうなるんでしょうけども、使用済み核燃料の最終処分地というものがしっかりとこれ計画されて、もうそれ作られるということがはっきりしていない、そういうことを条件付けていない協定にはやっぱり反対ですよねということは言ってます。で、使用済み核燃料の最終処分地という問題がね、トルコでもう解決されていると、もういついつまでにこの最終処分地が稼働するということまでの話ができているであればね、そしたら日本は技術を提供するんであればね、日本にあるその使用済み核燃料、もう手に負えないこの使用済み核燃料についてトルコに協力を求めるということもね、それも交渉の範囲なんじゃないのと。でそういうことが一切ない今の協定は
僕はやっぱり反対すべきじゃないかっていうふうに言ってます。だから何でも反対っていうよりもトルコのことも考えて、そういうエネルギー事情のところで今日本が持ってる技術、それはサポートするっていうことも外交上必要かもわからないけども、やるんだったら抑えておかなければいけない条件、その使用済み核燃料の最終処分中、これがなく原発を動かしたらもうこの原発問題、日本と同じようにニッチもサッチもいかなくなってしまう。世界各国もみんなこの使用済み核燃料の最終処分地のこれが確定できずにみんなさまよってしまったんだね。これはやっぱりトルコにしっかりとここはまずやってもらう。でそれをやってもらうんだったら、こちらが困ってるこの使用済み核燃料の問題についても今度はトルコに協力してもらう、まあ、一時保管なのかどうなのかわからないけど、それぐらいのことまできちんと踏まえた協定じゃないと、まあそのまんま求められたから原発渡しますってわけにはいかないでしょうというふうに各国会議員には言ってますけど。他、フリーの横田はじめですけども、先ほどの関連で特定秘密法案、保護法案で選挙という話が出ましたので、原則公開の秘密保護法案か秘密ありきの与党案かという対立の構図を争点になるんじゃないかと思うんですが、そういう野党案はでも原則公開なんですか。いや、維新案でもいいんですが、維新が今先ほどおっしゃられた維新案も原則公開とまではそこまで枠組みになってないんじゃないでしょうかね。だから秘密の指定をやるのに、市役所レベルとかそういうところだったら情報公開条例とかああいうところであのレベルの基準でいいのかも分かりませんけども、最大の権力を握る政府に対しては、まあ、ポジティブリストみたいな形で秘密指定ができるそのルールっていうものを国会の議決事項できちっと確定していくと。で政府の方がもっとやっぱりこの今決められたこの基準じゃ足りないよってことになれば、その都度国会に上程をしてね、基準作りをやってもらうと。だから第三者機関でやるとかなんとかって言ってますけど、国会でやったらいいじゃないですか、そのための立法なんで。で与野党ああいう状況がいつまで続くか分かんない中でね、場合によってはその基準がもっと厳格化になったり公開の方向に触れたりですね、場合によっては秘密の方向に触れたり、まあ、それは選挙を通じてやっぱり国民が示せばいいわけで、僕はやっぱりそこにこそね、立法府のなんか一番の最大の使命があるような気がしますよ。この政府が、権力を持ってる政府がやっぱり情報というものをこう隠していくってことは、これはもう権力は本当にチェックがしにくくなるわけでね、その部分の基準作りを第三者委員会とかに任しちゃっていいんですかね。まあ、立法府やったらいいんじゃないですか。で大変だって言いますよ、その基準作り、何を秘密にしたらいいのかってことをいちいちポジティブリスト方式で、こう列挙していくのは大変だって言うんですけど、それは国会議員がそんだけ給料もらってるんですから、やったらいいんじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございました。他にございますか。時間ないけど今あげたら小泉総理の原発ゼロの発言ですけれども、はい、最終処分場の問題では、代表が思っていることと、まあ、総理おっしゃっていることは近いと思うんですけれども、小泉さんは総理の判断で、即ゼロができるというような発言をされてますけど、そこは、代表と全く違うんですが、これはやはり小泉さんの考えはおかしいというふうに思いですか。僕はだから府市のエネルギー戦略会議という中でね、専門家に集まってもらって知恵を絞ってもらいました。しかし即ゼロは無理でした。だからそれは総理が声をかけて、霞が関の役所組織をフル回転させた場合とね、違うのかも分かりませんけども、僕のやり方はいつも言ってるように、トップがまず方向性を示して、で専門家に考えてもらうという中で考えてもらっても、やっぱり即ゼロっていうのはそこまでにはたどり着かなかったっていうのが、この大阪府市エネルギー戦略会議を陣頭指揮した僕の経験からの考えですね。だからそれは小泉総理ぐらいの方が旗を振って、霞が関の役所やもっと違う専門家が集まってきたら、それはできるのかどうなのか分かりませんけど、専門家会議で
1年ちょっと議論してもらいましたけども、やっぱり即ゼロっていうのは難しかったですね。おそらく小泉さんも別に今の段階で工程表を考えた上で即ゼロができるということではないとは思いますけれども、やはりそこは総理の号令というのを多分重視されてるんだと思うんですけども、なぜ橋本代表は、即でないにしても工程表を明確に、まあ、おそらくエネルギー戦略会議では示したということだったと思うんですけれども、なぜそのトーンは今は打ち出さないのでしょうか。2030年代だからフェードアウトっていうところ変えてないじゃないですか。僕はだから府市エネルギー戦略会議で決めてもらって2030年代っていうふうに、維新の会で言ってましたけども、府市エネルギー戦略会議は2030年までにってなってますから、まあそこまでには転換していくんでしょうね。あれがもし、国がきちんと実行していったらですよ。でも即ゼロは無理だったですよ、エネルギー戦略会議の提言の、まあ、だからそんなのはね、またそれは僕ら市民運動家じゃないんですから、また野党のように責任なくね、ワンワン言える立場でもないんで、野党のようにっていうか、日本維新の会は野党ですけども、今は市長という立場ですからね、さあ責任持ってそれは言うのにね、フレーズだけ言ったらいいっていうわけにはいかないですよ。だからそっちの方向で考えてほしいっていうふうにやったら、結論としては2030年までに、エネルギー戦略会議が提言しているような話を進めていけば、それはエネルギーの供給体制転換できるだろうというふうになってますから、全然以前の主張、まあ、それは2030年までなのか2030年代なのか、こんなのは与党にならなきゃできないだけであって、それをやっぱり提言が出てるのに即ゼロなんか言えないですよ。そんな無責任極まりないじゃないですか。そんな、いや、今日本維新の会として、与党の方に2030年代かどうかともかくとして原発ゼロに向けた動きというのを特に提言しているようにも見えないので、そういう主張はされていかないのかなと思いまして。いや、だからそれ与党にならないとその体制作れないから、それ言ってないんですかね。僕は提言書は全部国会議員団の方に渡して、で国会議員団の方で今回のそのトルコに対する輸出協定のところでこういう話になるっていうふうに僕は聞いてるんですけどもね、じゃあ引き続きじゃあ代表としてはそれはまあ打ち出していかれるという。いや、そうですよ。だってあれまとめて、多分あれ以上のものを考えてる国会議員集団、与党は別ですよ、野党の方の政治グループであそこまで詰めたものをやったっていうところは民主党でもないんじゃないですか。だからあとはあれを実行できるかどうかですよね。でやっぱりその産経とか読売がよく言うね、富が外に流れるって 3.8 兆円ぐらいが富が外に流れるって言うけど、あれは違うと思いますよ。だって物を買ったらお金が流れるって、別にエネルギーだけじゃなくても他のものだって食料だって何だって日本は輸入してるわけですから、それが富が流れるっていうんじゃなくて、そのエネルギーが日本の国内に入ってきて付加価値を生んで別の財を生み出したらね、それで GDP は上がるわけですから、なんで石油だけを買うときにね、3兆円これは貿易赤字の要因だ、それで現金が外に流れる国富の流出だって言うんですけど、そんなこと言い出したら食料から何から何も買えないと思うんですよ。だって牛肉だって何ですか、小麦だって何だってあれ全部買ってお金は全部外に流してってるわけじゃないですか。でもその小麦を使って日本の中で製品に変えたりして付加価値を高めることによって、その GDP が上がっていくわけで、石油を買ってもそのエネルギーでもって、財を生み出していくんだったら、効率的な電気の使い方をやって財を生み出していくんだったら、これは全然国富の流出じゃないと思うんだね。僕はだから産経読売が言うように、3兆円か 3.8 兆円かがお金が流れるっていうのはどうも分かんないですけどね。単なる貿易の話で物を買ってるだけの話だと思うんですけどね。最後にちょっともう一点、もう一度小泉さんの発言に戻りますが、まあ、新たな政治集団をそれで作るつもりはないとはおっしゃってますが、まあ、即ゼロと打ち出している以上は日本維新の会としてはそこには乗れないという。だってエネルギー戦略会議であそこまで詰めて即ゼロは無理だっていうふうな結論になったんですから、やっぱり一流の専門家に集まってもらいましたよ。でそれなりに事務方の体制もまあ不十分だったかもわからないけども、よく府と市で頑張りましたよ。でやれるところまでやって、やっぱり即ゼロっていうことではならないよねっていうふうに結論づいたんですから、その中で即ゼロなんていうのは僕は言えないですね。で方向性示したらいいっていうんだったら示したらいいと思うんですよ。だからそれはエネルギー供給体制を転換していこうということの方向性を示して、あとは専門家にきちっとやってもらうと。で政治がね、
方向性示したらいいんだって言うんだったら、そしたら2つの方向性の示し方があってですよ、原発即ゼロっていう方向性もあれば、使用済み核燃料の最終処分地をここに決めようって政治が決めたらいいじゃないですか。だから僕は小泉元首相は政治家としてすごい、政治家だなと思いますけども、あのロジックはちょっと分かりません。で、まあ、朝日新聞なんかも毎日新聞なんかもそれもう飛びついちゃって一面に載せてますけどもね、政治が方針を示せばできると、首相の権力っていうのはすごいんだと、反対論者は収まるんだって言うんだったら、使用済み核燃料の最終処分地ここだって決めたらいいじゃないですか。そしたらその政治の責任で、首相の権限 でそしたら今まで、小泉元首相も原発は必要だって言ってた話がね、落ち着くわけですよ。でそれができなかったわけじゃないですか。でその使用済み核燃料の最終処分地の問題、ここを決定もできないのにね、今のエネルギーの問題の方は方針決めろっていうのは、僕ちょっとすごいロジック理解できないですね。だから政治が決めればできるんだ、首相の権限があればできるんだ、もうそれはその通りなんでしょう。で専門家集めれば知恵を出せるんだと、できるんだと言うんだったら、使用済み核燃料の最終処分地を決めるというやり方もあるんじゃないですか。はい、わかりました、ありがとうございます。でそこはどうなんですか。いや、そっちの方向性でなんで言わないんですかね。政治ができる、だから首相が言えばできるって言うんだったら、いきなり場所をここって言わなくても、別にそれを決めるという会議を作ればまあいいとは思いますけれども、じゃあ別にゼロとこっち側に決めるっていうのはどっちかってわけではないですよね。政治がやればできるわけですよね。そうですね、それはどちらもそうです、だと僕は思いますけれども、だけど僕はやっぱりエネルギー供給体制を変えていくことの方が国力が強まると思ってますから、原発に依存していくのは絶対国としてはね、むしろ弱くなりますよ。だからそれはエネルギー供給体制を変えなきゃいけない。でもそのためには即ゼロじゃなくてね、その方向性を示して、首相の力だったら、まあ、政治家の力だったら専門家を集めてその工程表を作るっていうところが重要だと思いますけどもね。で今の府市エネルギー戦略会議では2030年までとなってますから、まあ、あれを実現できれば、まあ、僕は2030年までにエネルギー供給体制転換できるというふうに思ってます。同じだそうです。ではこれで、あれ都の名前は、あれはあの石原さんにも話はしますけども、繰り返し言ってますけど、府と市が合わさって、1943年に党になったわけで、まあ、ただやっぱり石原代表は文学者ですから、言葉のなんていうんですかね、その響きとかそういうところに重きを置かれるので、やっぱり都っていうのは天皇陛下がいらっしゃる場所というところのこだわりが石原代表はありますけども、行政的に理屈で考えていけば、この東京都の都はですね、その都という意味ではなくて、首都という意味ではなくてですね、まあ、当時の府と市が合わさってできた新しい行政体が都であって、それまで、天皇陛下がもう東京に、いらっしゃった時も1943年までは東京府だったんですから、だから天皇陛下とこの行政体としての都っていうのは全く関係ないということが行政上の理屈なので、まあ、そういうことで石原代表にきちっと説明をしていきたいと思っています。